4日目、いちごオーレ。時間だ。いつも通り、渚がお見舞いに来てくれるはずだ。そう思って待っていたが、渚は来なかった。何かあったのだろうか。まさか、あのストーカーに？僕は心配になって病院を飛び出した。思い出の場所。僕の部屋だ。そこにいるかもしれない。僕はそう思って駆け出した。いる？思い出の場所、だ。僕の部屋はいつもと違った。目に飛び込んできたのは、赤？鮮血だ。人の血。誰の血？ん？誰だ？サナエが死んどるわーちょこちょこ笑い入れてくんだサナエだ。サナエ、ここはオーレが血まみれになって倒れている。どうしたの、カンタロウくん、そんなに大きな声出して。私びっくりしちゃった。何か気になることでもあったの？怖いよ。サナエが死んでいる。お前がやったのか？お前がやったのか？ん？ああ、これのこと？そうだよ。私がやったの。どう？すごいでしょ？ああ、顔怖い、顔怖い。サナエ。ここはオーレだっけ？なんかうるさいから喋れないようにしてあげたの。カンタロウくん、こいつに付きまとわれて大変だったでしょ？怖かったでしょ？でももう大丈夫。きっと歩くことも喋ることもできないよ。私はついにカンタロウくんを守ることができたよ。私、偉い？怖えよ。こう選択肢変わりそうだな。殺しはまずい。まずい。ねえ、カンタロウくん、これでもう邪魔者はいないよ。あたしと結婚して。覚悟を決める。絶対に無理。なんで？嫌とか、そんなこと言わせないよ。僕は思い出した。記憶が少しずつ頭の中に蘇ってきたんだ。でも、何かが違う。そうだ。わあ、やっぱり！そうだ。ここでファーストキスをしたのは、渚じゃない。僕と、サナエだ。僕の取り戻した記憶が正しいなら、渚の言っていることは全部逆になってしまう。僕の彼女はサナエだ。そして渚こそがストーカーだ。うわー、ちょっと会ってたから怖え。なぜ渚はあんなことを言っているのか僕にはわからない。ただ嘘をついているようにも見えない。渚は自分の都合のいいように記憶を捏造しているのか？それはいつかのことだった。その日は雨が降っていた。事故に遭った日か、これ。私はいつものように彼の家へ行ったのだ。ん？そして見てしまった。どっちの話だこれ。ありえない。なんでなの？なんでこうなの？どうしよう、どうしよう。私こそが、カンタロウくんにふさわしいはずなのに、なんであんな、ジミコがカンタロウくんと？一体どうしてなの、カンタロウくん。私には理解できないよ。いや、そういうとこだと思うよ。私の方が絶対、
私の方が絶対絶対絶対カンタロウくんのこと好きなのに。ああ、もう、なんなの？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 あ、カンタロウくん、困ってるのかも。あのジミ子にストーキングされて、仕方なく付き合ってるだけじゃないの？そうだよ、カンタロウくんは困ってるの。私が助けてあげなきゃいけない。カンタロウくんは何も悪くないの。悪いのは全部あいつ。そうだよ。今のは何かの間違いだ。違う、違う、違う、全部違う。付き合ってるのは、私、こえー。洗脳してる。付き合ってるのは私、カンタロウくんと付き合ってるのは私。私なの。私だけが、カンタロウくんの愛を受けてるの。やばいね。ふふ。カンタロウくん待ってて。今、私が助けてあげるからね。カンタロウくんのためなら私、何だってできるよ。だって、私はカンタロウくんのこと、この世界の誰よりも愛してるから。いやー、恐ろしい。どうすんのこれ、殺されるんじゃね？お前は嘘をついてる。ストーカーは君だ。え、お前は嘘をついている。なんで？なんでそんなこと言うの？ひどいな。私がストーカーだっていうの？違う。私がカンタロウの彼女なんだ。あいつがストーカーなんだ。お前は記憶がないんだ。お前の言ってることがおかしい。僕の彼女はサナエだ。違うよ。私とカンタロウくんが付き合ってるの。ああ、違うの。なに。なぎさは泣き崩れた。なぎさの頬を大粒の涙が伝っていく。違う。私、カンタロウくんのこと大好きなんだもん。だもん。なに、私。死ぬ。私、カンタロウくんのためだったら死んでもいいよ。死んだ方がいいかな。ここで選択肢、死んだ方がいいって言ったら死ぬでしょ。え？やめとけ。死んだ方がいい。いや、ダメだよ。カンタロウくんは優しいね。そんなんだから、私が惚れてしまったんだよ。あいつと、サナエと付き合ってるんだったら、別れる気もないんだったら、最初から優しくしないでよ。気を持たせるようなことしないでよ。まあそうだね、そこら辺はカンタロウも悪いところだよね。ひどいよ。でも私、カンタロウくんのこと好きになれてよかった。会えてよかった。カンタロウくんにあの時、初めて会った時、すごくドキドキした。嬉しかった。こんな気持ち初めてだった。それが最後にはこんな取り返しのつかないことになっちゃったけど。ねえカンタロウくん、サナエを殺そうとしたのにカンタロウくんが飛び出してきたから、私カンタロウくんのこと殺すところだったんだよ。あー、なるほどね、そういうことね。びっくりした。こう、ん？頭一発殴られたくらいで倒れちゃったから。でもね、カンタロウくんが記憶喪失だって分かったとき、あたし喜んじゃった。あ、これでカンタロウくんがあたしのものになるって思ってしまったんだよ。恋って怖いね。人を幸せにも不幸にもするの。あたしは、どっちかな。あたしね、
もう全部終わりにしようと思うんだ。だってもう何もかもがないんだもん。カンタロウくん、カンタロウくんも何もないんでしょ。カンタロウくん、最後に私のお願い聞いてほしいな。何よ、キュッてしてほしい。それしたらさ、一緒に殺される。どっちもだよ。少しだけなら。いや、するなよ。僕は渚を両手で包み込んだ。渚の優しいぬくもりと違和感、その時もうすでに僕の中には包丁が刺さってた。ほらね、もう分かりきったことじゃん。えへ、嬉しいな、カンタロウくん。ねえ、ずっと一緒にいてくれる？これでよかったのかもしれない。僕は報いを受けるべきだったんだ。大丈夫だよ、私も後から行くから。必ず行くから。だから待ってて。きっと二人だったら、二人だったら天国に行けるよ。絶対絶対幸せになれる。カンタロウくんは天国に行ったらどうするの？私はね、天国に行ったら神様になる。何を言ってんだこいつは。無理に決まってんだろう。うん、神様になるよ。カンタロウくんは私が神様になったらどうなると思う？いや、こいつの妄想癖すごいね。わからない。私が神様になったら世界中のみんなが幸せになれるよ。誰も寂しい思いをしなくていいの。誰も悲しい思いもしなくて済むの。誰も喧嘩しない。誰も痛いことされない。誰もいじめられない。誰も一人ぼっちにならない。私がみんなを助けてあげるから。こいつもしかしていじめられてきたのかな。だからこんなになっちゃったとか。意識が遠のいてきた。景色がだんだん霞んでいく。光が見えない。ただの暗闇と静寂が僕を殺していた。僕は死ぬのかもしれない。渚はどこへ行ったんだろう。渚の声はもう聞こえない。渚に会いたい。はぁ？真っ暗だ。寂しい。サイレンの音が聞こえる。トゥルーエンド、闇。これトゥルーエンドなの？この子がなんか違うのを選んだら出てくる子なのかな。すごいね、飲み物でキャラクター変わるってじゃあもう一人いるはずだよね。この子かな、もしかして。この二人もどんな話になるのか恐ろしいな。全員同じ話じゃないよね、多分。なんかその子に合ったストーリーがあるんじゃないかな。怖い怖い怖い顔こういう顔になるんだな、きっと。いや、普通にしてたら可愛いのにな。気になるな。どんな話なんだろう。はい、ザ・エンド。はい、で、ここの選択肢まで戻ってきました。これ多分これにしたらバッドエンドになるんじゃないかなと思って、死んだ方がいい。どうだ。そうだよね、私もちょうどそう思ってたとこ。なんかカンタロウくんに後押しされちゃったらすっきりしたかも。ごめんね、いろいろと。もう私
何も生きてる必要なくなったかも。ありがとね、カンタロウくん。大好きだよ。死ぬの？短い間だったけど、私の恋人でいてくれて嬉しかった。次の瞬間、渚は自分の腹に包丁を突き立てた。一回だけじゃない、何度も何度も。渚の体から真っ赤な血が溢れて流れて、やがて渚が力尽きて床に転がった。僕はその光景を呆然として見ていた。手が震えて足がすくんで動くこともできなかった。僕は目の前で渚が死ぬのをただ見ていることしかできなかった。止めてあげることも、助けてやることもできなかったんだ。僕は愚かなやつだ。記憶を失う前も失った後も育児なしのクズだった。僕の部屋は早苗と渚の血で真っ赤に真っ赤に染まっていた。魂の抜けた渚の目は僕のことをじっと見つめている。君は僕のことが好きなんだ。血だらけで血まみれでこんな死に方をしても、僕も君が好きかもしれない。渚は笑っていた。バッドエンド、渚の笑顔。はい、いちごオーレちゃんのエンディングを回収してきました。いやー、カンタロウが死んだ方がトゥルーエンドなんだね。報われないなー。他の二人の物語はどんな感じになってるのか気になりますね。次回はそちらの方をやっていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。